これがある人は要注意です。これはサイラクといって赤い毛細血管が浮き出ているもので、体から血行不良が起きているサインになります。これを放置し続けると血液の循環やリンパが詰まり、体が衰え続け、老廃物が排出できず老化が加速し、お腹や足も痩せない、爪が脆くなりやすい、よく足がつる、月経痛が重くなったり、眼精疲労やドライアイなど目の不調やつまずいて転倒しそうになったり、外反母趾や首肩こり、頭痛、腰痛、股関節、膝痛といったいろんな体の症状を併発する人が多いです。そこで今回は重要な体にある3つの首を狙ってこのサイラクを解消し、全ての悩みも取り除く方法をお伝えしますので、最後まで注目して見てちょうだい。どすこいセルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のナムです。なんやねん戦わんのかとツッコミを入れた皆さん、実は相撲をやって膝を手術し、その後も膝の痛みも取れずボロボロで太ったまま引退する羽目になった辛い経験もあるので、そんな体でも復活したケア方法でもある今回のセルフケア教室の授業を実践して健康貯金を一緒に貯めましょう。このサイラクは全身の血行不良が起こっているサインになり、血液は体に栄養や酸素を送り、潤いや弾力を与えるので、血液というのは必要不可欠になります。この血行不良を解消するのに大事なのが、体にある3つの首の手首、足首、そして首が重要になり、手首と足首は心臓から血液が運ばれ、末端の手首、足首を経由して、また心臓に返します。この時に手首、足首の末端の筋肉が固まってしまうと、心臓まで返す筋肉のポンプ作用が機能しなくなり、血行不良が起こります。そして首周りは老廃物を全身から回収するリンパの中枢があるので、そこも固まってしまうと全身に老廃物が溜まり続けます。じゃあどうすんねんということで、その3つの首を正常に機能させるために必要な筋肉が実はあり、その筋肉は専門的な方法でないとなかなか単独で狙えない、勝手にズボラになりやすい筋肉で、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋をちゃんと狙えていないので血行不良が起こり、老化や痩せない、爪が脆くなる、足がつる、月経痛、眼精疲労やドライアイ、目の不調、よくつまずいて転倒しそうになったり、外反母趾や首肩こり、頭痛、腰痛、股関節痛、膝痛といったいろんな体の症状を併発する隠れた原因にもあります。なんでほんまズボラ筋ほっといたらえらいこっちゃっしょ。そこで今回の専門的に狙うズボラ筋は6つ。でもこの血流リンパケアは3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋1つ目、肘内側から親指側までの手首までつながり支える等速手根屈筋。ズボラ筋2つ目、肩甲骨から肋骨までつながり支える前鋸筋。ズボラ筋3つ目、肘の内側から小指側までの手首までつながり支える尺足手根屈筋。ズボラ筋4つ目、肩甲骨裏の内側から胸椎までつながり支える腰頸筋。ズボラ筋5つ目、膝外側から小指側までの足首までつながり支える骨筋。ズボラ筋6つ目、膝内側から親指側までの足首までつながり支える後頸骨筋。それでは早速このズボラ筋を専門的に狙えず実践をやっていきましょう。これめちゃめちゃ簡単です。まず最初にチェックします。このようにね、手首の硬さとかで、このように足首の硬さを両方とも確認してみてください。終わった後めっちゃ柔らかくなるから。次に首の動きの下向いたり上向いたりで、横向いたりとか横に倒したりしてみてください。それ終わったら腰の動きを見るね。前にどこまでいけるのか、後ろにどこまでいけるのかで、体もこのようにひねってみたりとかで、横に倒してみたりしてみて、この時に左右差あったり、どっか詰まる、痛いとかあったら、まあまあ血行不良も起きて関節も結構歪んでる。終わったらこの動きめっちゃ良くなるから。次にウエストも確認するね。おへそからぐるーっと一周測ってみてください。終わった後これも意外にへこむね。次に呼吸もチェックするよ。息はー吐いたりスワーッと吸ったりしてみて、これ終わった後めっちゃ吐けるし吸えるようになるから。ではズボラ筋1つ目2つ目は同時にできます。まず人差し指と中指をこのように軽く曲げてもらって、で親指も一緒にこのように締めます。このまま手の甲を軽く内側に向けておいてください。そしてそのままの状態をキープしたまま手のひらの方向に手首をゆっくり曲げていきます。そして曲げたまま斜め上の方向に手をこのように軽くゆっくりこうやって出していきます。そうすると親指側から肘の内側、
で、両方の脇のとこかな。そこに力が入ってくるので、入ったらね、また一緒。親指ここね、軽く。人差し指、中指、軽く曲げて、親指締めて。で、手のひらの方向に軽く曲げてから、斜め上の方向にこうやってじわーっと出していきます。これをね、30秒間このように繰り返していきます。じゃあみんないける?じゃあみんなゆっくりやっていこうか。まずね、人差し指と中指軽く曲げて、親指こう締めて、手の甲をですね、内側に軽く向けてもらう。で、手のひらの方向に手首曲げるね。そう、みんなうまい。もうちょっといこうか。じゃあこれも頑張って30秒いこうか。はい、いくよ。はい、このように、ゆっくり曲げて、じわーっと出す。そう。ゆっくり曲げて、ふっくり出します。そう、みんなうまい。ゆっくり曲げてからね、そう、斜め上にゆっくり手を出していきます。そう。はい、じわーっと曲げてから、ゆっくり出します。この時みんなね、頭で押したらあかんよ。首に力入ったらあかんからね。そう、はい、ゆっくり曲げて、じわーっと出します。そう、みんなうまい。ゆっくり曲げて、じわーっと出します。そう、ゆっくり曲げて、じわーっとね。脇と親指から肘の内側のとこね、そこに力入っておけばいいからね。ゆっくりね。そう、じわーっと曲げてから、ゆっくり。そう、なんかね、難しい思ってやめたらあかんよ。画面見ながらみんなもね、頑張ってるから、一人じゃない。でもね、無理したらあかんよ。ゆっくりでいいからね。そう、もうちょっと。そうです。はい。ゆっくり曲げて、シャーッと出します。そう。ゆっくり曲げて、シャーッ。はーい、オッケーでーす。なんか手のあたりポカポカしてくれよ。じゃあ、ズボラ筋、3つ目、4つ目。これも同時にできるからね。今度は、小指と薬指をこう軽く曲げます。反対も同様ね。で、手のひらを自分の方に向けてもらって、そのままの状態をキープしたら、まず手のひらの方向にこのように手首をゆっくり曲げていきます。そうすると、小指側から肘の内側のところに力が入ります。で、そのままね、肘をこのように床をゆっくり押していきます。そうすると、肩甲骨と背骨の隙間のところにも力が入ってくるので、このようにね、こう、手のひらの方向にゆっくり曲げてから、肘をじわーっと押していく。これをですね、30秒間繰り返して。みんないけるかな?こんな。大丈夫?で、またゆっくりやっていこうか。まずね、小指と薬指軽く曲げてね、で手のひらの方向にゆっくりじわーっと曲げます。そしてその後ね、肘をゆっくりこうやってね、じわーっと押していきます。そうです、みんなうまい。ゆっくり曲げてね、じわーっと押します。そうです。はい。ゆっくり曲げて、じわーっと押します。みんなね、こう頭でまた押したらあかんよ。はい。ゆっくり曲げて、じわーっと押します。そう、みんなうまい。はい。ゆっくり曲げて、じわーっと押します。そう、もうちょっと頑張ろう。はい。ゆっくり曲げて、じわーっと押します。そうです。息止めたらあかんよ。はい。ゆっくり曲げて、じわーっと押します。そうです。はい。ゆっくり曲げて、じわーっと押します。もうちょっと頑張ろうか。はい。ゆっくり曲げて、じわーっと押します。はーい、オッケーでーす。なんか上半身ポカポカしてくるやろ。では、ズボラ筋5つ目。まず最初に手のひらをこのように上の方に向けてもらって、軽く胸を張っておいてください。次に足の指をこのように天井の方に軽く向けます。そのまま足首をこのようにゆっくり下の方に車のアクセルを踏むような感じで、じわーっとこのように伸ばします。そして伸ばした後に脇腹が縮むように肩をこのようにゆっくり下げていきます。そうすると、すねの外側のところに力が入ってくるので、これをね、このように30秒間続けていきます。みんな足つってない？大丈夫？これ足つるって言うでしょ。この3つの首相当固まってるから、ほんまにちゃんとやった方がいいけど、無理だけはせんといてな。だからできる範囲からやっていこう。じゃあみんないけるかな。じゃあ行こっか。いくよ。はい。まずね、足の指こう外に振ってから、軽くこのようにですね、車のアクセル踏むような感じでじわーっと踏みます。そしてですね、そのまま脇腹縮むように肩下げてください。そうです。はい。またみんな行こっか。このまま続けていこう。はい。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げる。そう。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げます。そう。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げる。そう、みんなうまい。足ってね。大丈夫？じわーっと踏んでから、ゆっくり下げる。みんなうまい。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げる。もうちょっと。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げます。そう。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げる。そうです。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げる。もう一度頑張ろう。じわーっと踏んでから、ゆっくり下げる。
はい、オッケーでーす。今度は明日からポカポカしてくれやな。では反対も同じようにやるね。まず手のひらをできるだけ外に向けてもらって胸を張ります。そして次に足の指をこのように天井の方に向けてもらってから、軽くこのようにですね、車のアクセル踏みの感じで踏みます。そして次に脇腹が縮むようにこのように肩をゆっくり下げていきます。そうするとこのすねの外側のところに力が入ってくるので、これをこのように30秒間続けていきます。じゃあみんなさっきあったからいけるかな。ほんま無理だけせんとくな。画面越しみんなムーム言いながら頑張ってるから、ほんま一人じゃない。でも無理だけしたらあかんよ。じゃあ行こうか。いくね。はい、まず外にねこう振ってから、じわーっと踏んでからゆっくり下げます。そう、みんなうまい。はい、じわーっと踏んでからゆっくり下げる。そう、じわーっと踏んでからゆっくり下げます。そう、みんなうまい。じわーっと踏んでからゆっくり下げる。もう無理だけしたらあかんよ。ゆっくり踏んでからじわっと下げます。そう、ゆっくり踏んでからじわっと下げる。そう、もうちょっと頑張って。はい、ゆっくり踏んでからじわっと下げる。そう、はい、ゆっくり踏んでからじわっと下げる。もうちょっと頑張ろう。はい、ゆっくり踏んでからじわっと下げる。もうちょっと、はい、ゆっくり踏んでからじわっと下げる。はい、オッケーでーす。さらにポカポカしてくるね。では、ズボラ筋6つ目。まずね、片方の足を軽くこのように開きます。そして、かかとを浮かさないで、親指を天井の方にこのように向けます。そのままの状態をキープしたまま、車のアクセルを踏むような感じで、このように軽くじわーっと踏みます。そして、踏んだ後にこのように、かかとがお尻に近づくように、ゆっくりこのように曲げていきます。そうすると、すねの内側のところと、股関節とお腹の前のあたりに力が入ってくるので、これをね、このように踏んでから、曲げる。そう、踏んでから曲げるっていうのを30秒間繰り返していく。足吸ってない？ほんま無理して赤いの。でも続けたらほんま辛いようになるから、ちょっとずつやろっか。じゃあ行くね、みんな。はい、親指天井に向けて、はい、車のアクセル踏むような感じでゆっくり踏む。ほんでね、膝をこのようにじわーっと曲げていく。さあ、みんなうまい。はい、踏んでね、ゆっくり曲げていく。そう、踏んで曲げる。そうです。はい、踏んで曲げる。もうちょっと頑張ろう。はい、踏んで曲げる。はい、もうちょっとね。はい、踏んで曲げる。もうちょっと頑張ろう。はい、踏んで曲げる。無理したらあかんよ。息止めてない。踏んで曲げる。もうちょっと頑張ろう。はい、踏んで曲げる。もう少しね。はい、踏んで曲げる。無理したらあかんからね。踏んで曲げる。ゆっくりでいいからね。はい、踏んで曲げる。はい、オッケーでーす。意外にきついやろ。では反対も同じようにやるね。まず軽く股関節開いてもらって、かかとは浮かさないで親指を天井の方にこのように向けます。そのままの状態をキープしたまま、車のアクセルを踏むような感じでこのようにね、ゆっくり踏みます。ゆっくり踏んでくるね。そうで、踏んだ後にかかとがお尻に近づくようにこのようにじわーっと曲げてきます。そうするとすねの内側のところと股関節とお腹の前のあたりに力が入ってくるので、これを30秒間繰り返していくね。踏んでからゆっくり曲げる。そう、踏んでから、ゆっくり上げる。じゃあみんないけるかな。じゃあ行こう。ほんま無理せんといてね。足つったって言う人もおるけど、画面越しでみんなね、そう言いながらも頑張ってくれてるから、ほんま一人じゃない。手を無理したらあかんよ。いくね。はい、踏んでから、ゆっくり上げてくる。そうです。はい、踏んでね、ゆっくり上げてくる。そう、みんなうまい。はい、踏んでから、ゆっくり。そうです。はい、踏んでから、じわーっと上げてくる。そう、はい、踏んで、じわーっと上げてくる。そう、はい、踏んで、じわーっと曲げてくる。そうです、はい、踏んで、じわーっと曲げてくる。はい、踏んで、じわーっと曲げてくる。大丈夫、無理しゃがよ。踏んで、じわーっとね。そうです、はい、踏んでから、ゆっくり。もう一度頑張ろう。はい、踏んで、ゆっくり。そうです、はい、踏んで、ゆっくり。そう、はい、踏んで、はい、オッケーでーす。もう下半身からポカポカしてくるやな。ほんで終わったからもう一回確認しよっか。手首こうやって確認してみて。じゃあさっきよりかめっちゃ柔らかくなってない？次の足首向いてみて。じゃあさっきよりかすごい足首もなんかグニンって曲がったりするやな。次に首の動きと腰の動きを見るね。下向いたり、上向いたり、横振り向いたり、横に倒したりしてみて。腰も同様に前にやってみたり、後ろにやってみたり。次にね、体もこうやってひねってみたり、横に倒したりしてみて。めっちゃ左右差とか、なんかさっきの詰まり感、痛みとか
まあ、取れてない。次、呼吸もチェックするね。息、はーっと間にスーッと吸ったりしていて、めっちゃ吐けるし吸えるやろ。そして、このケアゴに合わせておすすめな、さらに血行を良くし、体の環境を整える食材も紹介するので、最後まで注目して見てちょうだい。これ、寝たままできるし、正確にはたったこれだけ。めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった3分の行動力。これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。どんどん貯金してや。ここで今回のケア後におすすめな、さらに血行を良くし、体内の環境を整える食材を知って、もっと健康貯金を貯めましょう。あと、概要欄に友達限定で、一人一人のお悩みに合ったズボラ筋セルフケアは何かを簡単に確認できる方法を無料でプレゼントしてるから、これもチェックしてみて、じゃない。おすすめ食材は、イワシ、サンマ、サバ、まあ青魚やね。あと、カボチャ、玉ねぎ、あと、海藻の昆布、わかめ、そしてココアと酢ね。これを取っていくと、さらに血行も良くなり、体のバランスも整い、健康も増進するので、合わせてやってみて、よかったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。あと、実践して変化もあったら、コメントで教えてください。ほんま、ここまで見てくれてありがとう。それでは、概要欄のプレゼント特典もチェックして、また次回お会いしましょう。でも、食材もバランスよく食べてね。